こんにちは、ネモです。パワプルアプリやっていきます。今回は名教高校センス丸変化6枚いきましょう。で、今回センス丸が弾けています。イベントデッキこんな感じです。間違えました、こんな感じです。神楽坂、ルシファー、友澤、虹谷、立川で伊能くんと、で伊能くんの初紹介をやりたくて、アヘアヘ変化球やろうかなというところで引いてしまいましたと。で、45まで行ってますんで、スペシャルタックが 110% ですね。さあ、なんとかしたいぞ。行こう。もう、精神いくレベルですね、これ。無駄な体力消費はやめようって気になりますね。聖堂天空。で、初っ端はできれば体力系、もしくはチームメイトの評価系を引きたいですね。ありがとう。ダイエー大好きです。まあ、筋力がいいかな。筋力欲しいしね。で、しっかりとここでもう全員の評価をね、ピンクにして変化球バシバシと。得意練習率アップとかあったかな、はないね、さすがに。精神移動にしましょうか。コツも入りますし。あ、守備練でもよかったかな。結構敏将はまあいろんな人のために集めておかないとなかなか後でしんどくなるんだよね、多分。まあ、できる限り筋力を集めていく感じですね。本当に足らないので。伊能と立川はもう足りたでしょ。お、素晴らしい。いっちゃえ、これ。迷うね。まあこれはクイック無理でしょ。クイックに回す敏将ないでしょ、多分。これ神楽坂行きましょう。この譜面を越すことが目的じゃないですからね。お、素晴らしいぞ。これは失敗したことない、今んとこ。 OK。 虹谷行きたいけどどうしようかな。貴重なコツですからね。これは虹谷に行こう。おお、イメージしろ、最強の自分でいく。でかいもんね、これ。怪我率ダウンとかないかな。ないね。天空を踏みます。最強の自分をイメージしろ。よっしゃ、通した。金徳考えた方が良かったかな、ちゃんと。強いんだけど、すぐに。これでもさすがに休まないと死んじゃいますね。移動のようになりたい。ここだけ見て、あとは知らないんだよね、でも。それ以外知らない。これもう一回休んでもいいですね。筋力でもいいですけど、すごく練習も何とも言えない感じなんで。
あーそういう感じか。どうしましょうかね、正直。ちょっとチームメイト評価をさっといきたいんだよね。バンプ半端ない効率いいな、これ。いや、もう行きます。もう行きます。もうこれは迷うことなく行こう。まずはチームメイト評価をさっと行こう。で、筋力がいいや、神楽坂かな。友沢はなんかちょろっとしたら行きそうだしね。神楽坂もこれで、あとはイベントさえ起きればさっと行くでしょう。精度いいっすね。もういらねえか。でもこれで友沢行ったら、これいいな。変化球の精神、この音楽と共に行くと僕は調子いいですからね。守備練行きます。で、敏捷をできるときに集めていく感じですね。オッケー、強い強い。ちょこっとしか下がんないんで、バンバン増えますからね。激闘第一、うまい感じで激闘第一もらいましたね。しかもキントコいけるかもな、これ。問題はルシファーがまだ行っていない。ディレード赤だしね。ワンチャンスいけるかもしれねえ。まあ、一回休みたいっすね、この体力なら。赤紫。はい、もうなんか言っていいかな。集めるやつ得意練習あるかな。あるわ。明鏡高校が集められる。もう行く。いいよ、2人か。キレはまだっぽいっすね。おーい、強い。最強の自分うんぬんだね、これ。さっき通したからいけると思う。理論おかしいけど、関係取るか。でもこれだ、3人強いんですけど、だったら別にこっちでもいいかって気もしない。通していく。そして休んでいく。
永遠に光り続ける。これ二人か、まあいっか、関係取りましたね。あ、減る。三人タックぐらいあるな。あー15、やっぱこれ行く方がいいんだな。たまに起きますからねこれ。永遠に光り続けろ。ほーんと、神楽、こういう時になんか金徳のやつ行きたいですけどね。もう投資か、特演習もないもんね友大が。うん、なんでこれはですね、ルシファーちゃんと言ってますね。神楽坂行きましょうか。勝ち運、リリースで打たれ強さレベル2か、取っちゃい。コツはそこそこ集まってますね。伸びは来てないですけど。おい、イベントもいい感じだよ。でもこれ4000点ぐらい、そんなに点出てないよね、爆発するほど。ルシファーは行きたいね、おカフェ。安全圏も行きます。おーい、うん、一人ならさすがに。明鏡高校のテーマが終わりです。うん、微妙な、3タッカー踏めたけど1回。うん、なんとも言えない感じの点数ですね。うん、友沢でいいでしょう。お、縛りのコツ、得意練習率アップだし、これ言ってもいいっすね。赤赤赤緑、これがなければちょっと言ってもいいかもしれないっす。ないね。はい、じゃあ縛りのコツをいきましょうかね。波動高校のテーマ、筋力でよかったかな。よし、ナイス、モグコちゃん。シングル神楽か。あー、まあ一応越せるからなーっていうのは大きいよね。精神も越せたね。まあいいか、今更だわ。楽譜終わったんじゃない？うん、ちょっと楽譜真剣に楽譜やりたいんだよね。ミスターゼロ、青なのか君。青なんかいけるはずないよこのデッキで。青なんか出してるやつほぼいないよ。うん、ここは仕方ない。
おお、はい、強い。この4タックにブーストをかけるかどうかというところが今焦点になっています。まあかけた方がいいだろうね。赤、紫。緑か。緑じゃないんだよな。緑ないですもんね。ではあれ使いましょう。必殺天空中央高校。うん、シングルか。まあ休みでいいっすね。あれでもミートとパワーが上がってないなと。10ずつだな。そう、こんな遊んでる時に来られても困るんだけど、基礎値全く上げてなかったっすね。コントロールが気持ち上げてたけど、ちょっとだけ。マジか、そんな展開あるのか。急速上げとくべきだったなぁから、これ強いね。天才覚醒しました。ちょっと急速上げといたらだいぶ違ったんですけど、上げてなかったなぁ。筋力足んないからなぁこの高校。あと筋徳どんな感じ今。招き使ってった方がいいかも。うん、ちょっとがぜん真剣にやらなきゃいけなくなったな。ちょっと金徳ディレードは取ろう頑張って。赤緑ね、これ取ろう頑張って。赤緑、よし、これいきましょうか。頑張ってディレードいこう。ちょっとまさかの事態ですね。矢部くんが、矢部くんが敏捷をくれるとマジで助かるんだけど。結構緑だよね。緑集めはした方がいい。マジか。いけないっていう。スタミナかな、スタミナ移動かな。おおおお、緩急取ってね。ちょっとまさかの事態ですね。まさかの天才覚醒でしたね。いや、遊んでる時に来ないでほしいな。筋力をもらっていきます。ここは体力消費がしたくないですからね。 OK、 レシファー貸そう。ただ神楽坂がと伊能は全く見てない。伊能1回来たかな。 OK、 OKOKOK。 これだったら行っていいかな。次のメンタル何来るか次第っすね。あー、クリアできないか。仕方ない。あともうクロスファイヤー取ります。この時点で
抑えて、落ち着けよ。あ、これいってもどうせまた休まなきゃいけないパターンあるな。休んだ方がいいのかな。赤赤だったらいけるよね多分。緑が辛いもんねこれ。休みましょう。おっしゃい、頼むよ他の人たちも。あーやべえ。うわーこれきつ。やられましたね。金徳取り逃したわ。やっぱ無理しても精神なんだな。いやーくそー、これは欲しかったな金徳。いやーしかも7000点来てますね。これ1個もらってたら全然違ったわ。しかもまだならないとかって半端ないね。シビアすぎたな今回。猫使って他の金徳行きたいですね。できたらとりあえずこれを。うん、今2個か。立川、友沢、伊野、神楽坂。なんとも言えないっすね。なんとも言えない。伊野あと2回残ってるからね。よし、まあ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 。おやりおるな。シングルか。ただこれ越せますね。この押した方がいいね。メンタルです。やってみよう。おーい、やる気はやばいって。うん、ナイスダブルですね。で、招き猫効果のあるこれを踏んでいきたいと思います。お、越せるやん。越してこ。ワンチャンあるんなら越したいよミスターゼロ。やる気回復しちゃう？いや、最大値にしよう、やっぱ。うん、全然わかんない。はい。おーボイ。オーボエの音色って調べるとガチのオーボエの音色の動画とか出てきますね。笑うなこれ。ですね、投資調子安定か。調子安定だね、もらえるんだ。うん、ミジタニがいいかな。筋力欲しいですからね。ここ強いですけど当然伸びとかね。人の集まり方も全く違ったわ。やる気いいよこれ。筋力かなりいい感じだわ。ここで130-150はなかなか乗らんぞ。立ち抜き
伸びください、早く。誰でもいいから。かあ、うん、てか伊能って何依存なの？コントロールだね。しゃあねえわ。うん、いいですね。よし、友澤成功。神楽坂も終わりました。ミスゼロは全然無理だな、やっぱ。ただ精神とか踏みながらこの3学章目はなんとかクリアしたいっすね。あー、ちょど根性 B で失敗か。うん、これコントロール踏もう。さっきの失敗ありますからね。おお、成功していった。金縛れるようになりました。精神でいいよね。もう精神にしようか。あと立川だけですね。これなかなかいってるな。すげえな、777すごいね。ポイントバランスぐっちゃぐちゃになってそう。ぐっちゃぐちゃになってそう。あとは敏捷ポイントがまるで足りないね。笑ったな。ミートパワーって上がんなかったっけ。弱い覚醒だと上がんないのかな。そして試合には、試合がどうなるんだこれ。いやー、ディレードマジで欲しかったな。ディレードはつかめそうでしたからね、普通に。そう、なんか運がなかったっすな、そこで。ちょっと立川マジ早くして。シングルなら強っ、この筋力。筋力めっちゃ順調だわ。こりゃまずいな。こりゃまずいな。来ないかも。シングルか。お休みっすね。お休み&お休みなんだけど、得意練習もないですからね、これ。ま、今やれることがあるとすれば、イベント経験点プラスかな。で、休んでおきましょう。あと1回。まあ、友澤立川ですからね。正直こればっかりはあんまりうんぬんって言えないですね。スローボ、いや、ピンチショー無理なんだけど。金縛り37だね。37。きつ。はい、
一度失点。追加点のピンチです。ワンアウトランナー二塁という場面で沼田。投球これから2球目。第3球は見逃し三振。この三球で仕留めてみせました。バッターは8番松野。じゃあ試合経験点のつけてあげればよかったのかな。投球これから持ってたかな。勝てるかも今怪しいですけど。追加点のピンチを迎えました。ノーアウトランナー。まあでも1点は取ってくれないと初戦勝てないですからね、結局のところ。やっぱエレキ使いてえな。新しい変化球も覚えたいですからね。やっぱエレキが最もハマる気がする。ヒットでよかった。こいつもヒット打ってくるからな。このコーナーギリギリのボールか。ナイス友澤。ちょっとでも立川がっていう話と伸びが来ないとさすがにきついっすね。いかに天才センスとはいえ正直そこまでの手応えが今んとこないっすね。金徳も増やせてないからな。2アウトランナー2塁という場面で木場。第2球2球目空振り。投球は3球目。美濃君はでも割と成功するのかな。どうなんでしょうね。あ、勝ったんだよねこれ。うん、たまにこうなる。立川頼むぜ。まあ、越せるし踏んどく。行くとこないしね、どうせ。まあ、ここの回復力は行ってもいいかもしれないですけどね。行っとこっか。体力欲しいしね。怪我率だけ。もう切り替えたい。切り替えられない。あみかんそいみかんそい。練習効率上げましょうか。でも上がってんのか。一応上がってねえや。よし、これで敏将が入ってくる。うん、これサクサクだね。サクサクプレイします。きついなこれ。伸びもないぞ。そしてこのバランスである。うん、遊んでる場合じゃなかった。遊んでる場合じゃなかった。名強先制のピンチです。ノーアウトランナー二塁という場面で完璧。初球はストライク。まずは入れてきました。第2球、2球目ストライク。もう追い込んでいます。投球はこれから3球。変化球空振り三振。いや精密もないのか。きついね。初球打った。うわー、しどれみちゃん取れないんかい。関駅まずは1点先制。第1球インローによってストライク。下手しい負けますねここで。さあ次の投球。第3球をこれどれくらいいけるかな。8ぐらい。
中継ぎで S8 ぐらいかも。名教勝ち越しを許すわけにはいきません。ツーアウトランナー2塁という場面で周囲第2球インコース引っ張ったヒット。危ない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 。名教リードを奪われました。ツーアウトランナー怒られている場面で両毛第9打ったファール。第2球シュートは空振り。これで追い込みました。第3球見逃し三振。チームが頑張ってくれている。厳しい場面ピンチです。ワンアウトランナー一塁二塁という場面でやっぱイベント数考えると、おっとバテた。友沢は無理っすね。第3球をストライク。金徳もだし。第4球を見逃しの三振。お、なんでこしょ。よし、お、63割とくれてますね。うんうん、まあまあこれはさすがにいけないですからね。まあまあ精神でいいっすね。いやー、これちょっともなんか悔しいな。15ってこれ微妙だぞ、いけるか。そして精神175。これ精神を積まないと無理じゃないか。と根性ミスゼロでしょ。変化球固めを明らかになんか殺しにかかっている。精神絶対いるなこれ。キャラクター香り入れるか。足りないよねこれ。足りないし、なんか伸び取れるか全く分かんないんだけど、この構成だったら虹谷行くかみたいな。そうっすね。まあこれは構成自体がそもそも無理でしたねっていう感じがします。金縛りこんな感じならね。やっぱは直ドルか。これ精神地獄だなマジで。伸びお願いします。あー、いい。沈んでいく。球速安定と、あ、いいっすね、ギリ取れる。逃げ球取る。技術すごいもんね、対強打者。じゃあよ。7ぐらいかも、下手したら下手したら S7 ぐらいかも。難しいな。軽減点も1万ぐらいじゃないか。バンプの時のような凄さ感じないですからね。ナイスピッチャー。やっぱそうっすね。まあ友沢のところにエレキ
かな間違いなく。こんなに技術来るんなら友澤いらんかもしれない。まあ友澤がいるからっていう前提の技術かもしれないですけど、ただ神楽坂と虹谷は外せなさそうだな。まあその上で誰を入れるかって感じですね。エレキいるな。でもエレキとルシファーは絶対いますね。でカオル、カオル、アマギ入れてもいい気がするな。これマジか、それ分かっといてよ。自動失点、僕の天才センスはこんな形で終わりました。これちょっとつらいな。せっかくのチャンスだったんだけどな。これほんと S なんだろうか。金徳の掛け具合がやばいですからね。まあこんなもんだよね。そうですね、これどうしたもんかね。ピンチピンチ、うわー精密欲しいな本当に。マジでかこれ、ポイントバランス悪っ。いやーこの変化球225、いやームービングだったか、何にもできないよ本当に。うん何もできない。はい、まあ噛み合わなきゃこんなもんでしょう。てか4個だね金属。そうか金縛り取れなかったのか。はい、うん、これは公開するか。なんか残念サクセスという感じで。いやーまさかの覚醒がなーという感じでございました。ただまあ本当にこう伊能くんのね使用感っていうのは見れたんじゃないでしょうか。やはりかなり強いタックと敏捷ポイントどうすっかなというのが伊能くんの課題になりそうですね。あとは金徳は不確定なのでそこも考えなきゃいけないという感じだったかなと思います。今回の動画は以上となります。もしよろしければ皆さんから見て動画の右下の僕のアイコンもしくは動画の下の YouTube アイコンからチャンネル登録をお願いできればと思います。また Twitter のアカウント名をコメント欄に書いておきますのでフォローいただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。